ただいまから地位定例記者会見を始めます。本日は知事からの発表項目が1件。第48回全国育樹祭大会テーマ、シンボルマーク、ポスター原画の募集についてでございます。それでは知事、よろしくお願いいたします。はい。令和7年秋に本県で開催する第48回全国育樹祭の周知と、開催機運の醸成を図るため、大会テーマ、シンボルマーク、ポスター原画の募集を開始いたします。応募いただいた作品の中から最優秀作品1点をそれぞれ選びまして、全国育樹祭の広報に幅広く活用させていただきたいと考えております。募集内容については本県の開催理念や森林を守り育てることの大切さを伝えるという育樹祭の開催目的を表現したものとし、募集期間は本日から9月8日までの約2ヶ月間となります。大会テーマシンボルマークは県内外を問わずどなたでも応募いただけますが、ポスター原画については県内の小学校、中学校、高等学校や特別支援学校等の児童生徒の皆さんを対象にしております。なお大会テーマシンボルマークの最優秀作品に選ばれた方には副賞として3万円分の商品券、ポスター原画の最優秀作品に選ばれた方には副賞として3000円分の図書カードを贈呈させていただきます。その他にも優秀賞3点をはじめ入賞作品を選定することとしておりますので、ぜひたくさんの作品をご応募いただきたいと思います。私からは以上でございます。ありがとうございました。ただいまの発表項目につきまして質問をお受けしたいと思います。質問に対しましては最初に社名を名乗り願います。それでは第48回全国育樹祭大会テーマシンボルマークポスター原画の募集について質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、はい、それでは以上で知事からの発表項目についての質疑を終了します。以降の進行を幹事さんにお願いいたします。では、それでは会社日本経済新聞社から質問させていただきます。マイナンバーカードに関する質問です。マイナンバーカードをめぐり銀行口座の誤登録など、トラブルが相次いでいます。まず実施として、政府に対してトラブル防止に関してどのような対策を望むのか、また、知事はですね、マイナンバーカードを活用した DX の取り組みなどの推進を掲げていらっしゃいますが、今回のトラブルによって、原稿を見直したりですね、進め方を慎重にしたりといった、対応を考えていらっしゃるのか、この2点をよろしくお願いいたします。はい。マイナンバーカードというものは、デジタル社会の基盤となるというものでございますので、今回の一連のトラブルは、マイナンバー制度に対する国民の信頼を損なえかねないものが考えておりまして、大変危惧をしております。このため、先般、5月30日、国、地方及び関係事業者が一体となったチェック体制の強化や、誤った情報紐付けを防止する制度の構築等について、全国知事会を通じて国に緊急提言を行ったところでございます。国におきましては、6月21日、関係省庁による総点検本部を立ち上げて、対策の強化に着手した業態につきまして、県としては国や関係機関の対策が十分に図られ、カードに対する国民の不安が払拭されるよう、引き続き機会を捉えて、国民に働いていくまいりたいと考えております。私自身は、マイナンバー制度というのは、非常に重要な制度だというふうに思っておりますので、ミスをなくして、しっかりと確認としていただきたいというふうに思っております。では、宮城県がやっておりますデジタル身分証アプリについてはどうなのかということでございますけれども、これはマイナンバーカードに入っております4情報、名前と住所と生年月日と性別、この4情報だけを使いますので、クラウド上にありますマイナンバーの保険証であったり、あるいは、銀行口座、こういったようなものに特にタッチしておりませんから、マイナンバーの誤送付、誤交付、誤った交付というのがありましたけれども、そういったようなものがなくなれば全く問題ないと思いますので、引き続き、
してしっかりと進めていきたいというふうに思っております。この件に関しまして各社質問ございますでしょうか。はい、どうぞ。マイク。革新法を引き渡しています。はい、マイナカードのデジタル社会の中で基盤だとおっしゃっていましたし、重要な制度とおっしゃっていましたが、具体にはどういうところが基盤といいますか重要なのと認識されているんでしょうか。はい、私今回、海外アメリカブラジルに聞きましたけれども、どの国もですね、しっかりと国民に、番号が付与されておりまして、年金等の給付がですね、非常にスムーズに、どこに移動してもですね、すぐに給付ができるように、されておりました。これから、少子高齢化する中でですね、速やかに、国の施策等を進めていくためにはですね、私はデジタル技術を活用するためにもですね、しっかり国民に番号が付与されて、どこに誰がいるのかということが直ちに分かるような仕組みを作っていくということは極めて重要であると考えてございます。ありがとうございます。他にご質問ございますでしょうか。はい、じゃあ山本さん。マイナカードにもう少しお伺いしたいと思います。はい、県内では、白石州でちょっと誤った方に、こういうことが言ったり、こういう形で社長の説明があったりというところを聞くんですけれども、はい、問題の背景をなぜ起きたのかというのをどういうふうにご覧になっているのかというのを、組み立てたらどうでしょうか。はい、これは制度自体の結果ではなくて人為的ミスだというふうに思っております。どうしても人間が行うと最初のうちはですね、申請して受付をして交付するというのはどうしても人が介在しますから、そこにミスがどうしても生じてしまうわけであります。今後はですね、二重チェック、三重チェックをする仕組みというのを考えていく必要があるのかなというふうに思っています。人的ミスが起きたということなんですけれども、はい、国会の論戦とか聞いてますと、やっぱりその政府の進め方がやや拙速だったのではないか、その準備が十分ではなかったのではないかという指摘がありますけど、これについてはどういうことですか。はい、私よりも担当してた総務省で担当した人ですので、そちらに聞いていただくと分かるんですけれども、手順としてはですね、私は決して誤ってなくて、拙速ではなかったというふうに思います。しかし、結果としてミスが生じてしまった。これは繰り返しになりますが、システム上の問題ではなくて、人為的なミスが大きかったということでございます。こういったようなことに対して、徹底した、トレーニング、全市町村に対するトレーニングといったようなものをですね、マイナンバーカードをホースに上がってのトレーニングといったようなものをしっかりとやっていなかったのは事実だというふうに思いますので、本当は反省をしていただきたいなというふうに思います。はい、杉山さん。はい、革新法の責任です。今のと関連してなんですけれども、はい、結局交付っていうのは自治体の窓口で、はい、作業をやることになりますから、はい、交付そこにミスがあるってことはやっぱり自治体に負担がかかってるっていうことだと思います。はい、で先ほどそのシステム上の問題ではなくて、人的なミスだということ、人的なミスだというふうにおっしゃいましたけれども、結局運用でお尻をこう急がせることでミスが生まれるっていうのは、マイナンバーカードに限らず、こういう行政の手続きを進める上では共通していることかと思いますけれども、そこの資金を急ぎすぎたというところについてはどういうのか。はい、どこまでが急ぎすぎたのかということは私は判断できませんけれども、ほぼ全ての、今すでに国民の7割ぐらいが交付されているわけですけれども、
そのほとんどがですね、しっかりと交付されておりまして、本当にミスは全体からするとごく限られていたということになるというふうに思います。まあ、そういった点から考えるとですね、自治体の、担当職員がしっかりやっていればですね、まあミスは防げたものだというふうに思いますが、やはりかなり最後の方が、窓口が混雑していたのも事実だと思いますので、こういったようなものは最後にどうしても、窓口が混むというのは、まあ、これに限らず通常よくあることなんですけれども、そういったような、混み具合なども見ながらですね、柔軟に対応するというのも必要だったのかもしれません。もう一点、保険証との切り替えについてなんですけれども、今、知事、その全体の中では件数は少ないというふうにおっしゃいましたけど、確かにその通りだと思いますけれども、一方で、今、現行の保険証を使っている人には全く問題が起きていないのに、その切り替えた中で、切り替えた人の中で不具合が起きているということになると、せっかく切り替えたのになんでだというような、ことにもなるんですけども、そこについて。はい。どうしても新しい仕組みというのは始めるときに混乱というようなつくものだというふうに思います。しかし保険証というのは個人の健康に関する非常に重要なツールでございますから、ここにミスがあってはならないというのは事実です。この点については、より丁寧に行っていくような必要があると思います。ありがとうございます。はい、よろしいですか。2点です。今ですね、関連してですけども、保険証の全廃というですね、マイナンバーカードに全部移行するというのは、来年度の秋ぐらいを国は方針を示していて、そこに対して結構国民から反発というかですね、接続すぎるという声がいろんなところから上がっているのも事実なんですけども、この1年後、今日になりますけども、この運用ということに関するスピード感みたいなところについては、県の対応を含めていかがお感じですか。物理的には可能だと思うんですけれども、国民の皆さんが不安に思っている以上はですね、丁寧な対応が必要ではないかなと思いますね。いずれ私は、マイナンバーカードは保険証だけでなくて運転免許証と一つになるのではないかなと思っています。したがって、徐々に浸透していくのは間違いないと思うんですね。しかし、病院に通うときに、マイナンバーカードで今までと違うやり方でなると手術にはかなり、時間がかかるのも事実だと思いますから、国民の声を聞きながらですね、スタートする時期について結構考えていただきたいなというふうに思います。今でも併用はできるんですけれども、今のところ病院によってはまだ端末が準備できてないんですというのもありますので、しっかりと、そういったハードの整備も含めてですね、準備していきたいなというふうに思います。ありがとうございます。はい、小室さん。先ほどトレーニングについてお話しあったと思うんですけれども、その結局人的なミスのところで、市町村と自分のところのトレーニングが少し、しっかりとやってなかったんじゃないかというような話だったと思うんですが、県の方で例えばその市町村へ その研修であったりとか、そういったそのことを今考えられていることがあるかもしれません。今のところそこまでは考えていません。もう、県民の7割ぐらいが7割が交付されているような状況ですので、今更ということにはなると思います。今回のトラブルが全て事例としてですね、市町村の方にはモデルが行っているというふうに思いますので、市町村からそういった要望があればですね、トレーニング等の要望があればよく考えていきたいと思います。ありがとうございます。失礼します。大丈夫ですね。幹事からの質問は以上です。はい、ありがとうございました。それではその他の案件で質問ございますでしょうか。はい、どうぞ。こちらこそ、ちょっと2点あるんですけど、ちょっと1点ですが、はい、1点ちょっと処理水の関連です。
動きとして、おととい原子力規制委員会の山中委員長が福島第一原発を視察されまして、大きな問題もなく確実な工事を進めるということで、最終的な週末検査28日から始める方針示されました。また今日ですね、先ほどトンネルを掘り上げていた掘削機が撤去されたということで、トンネルの工事が終了したということです。まさに最終段階と言える段階まで来ているのかと思うんですけども、はい、現時点での受け止めと、放出までの期間ですね、はい、国と東電に対して改めてどんな対応を求めたいかという部分を受け止めたいと思います。はい、しっかりと準備はされているものというふうに、専門家のトップが見て、そのような判断をされたわけでありますので、間違いないだろうというふうに思いますし、薄めて放出しますから、科学的には問題ないと思います。ただし、安全だということと安心だということはまた別次元でありまして、それが安心につながらなければですね、風評というものはどうしても生じてしまうわけでございます。で、水産業を生業にされている方、水産加工業も含めてですね、水産というのを地方の生業とされている方たちにとっては非常に不安だというふうに思いますので、まずはその科学的に大丈夫だということをですね、国内のみならず、近隣国、周辺国にも含めてですね、しっかりと周知をしていただきた上で、風評が発生した場合には、補償、賠償、これを責任を持ってですね、行うようにしていただきたいというふうに思います。はい、この件に関しまして、他にございますでしょうか。なければ、この他の件で質問ございますでしょうか。最後にもう一点伺います。ちょっとチャット GPT をはじめた生成 AI の活用の関連について伺いたいんですけれども、23、21で県の方が職員の皆様に基本的な考え方を通知したということで伺いました。基本的にちょっと内容も拝見させていただいて、個人情報、取得情報、正確性、著作権とかに留意した上で、積極的に活用という中身になっているのかと思います。改めて知事として、チャット GPT をはじめた生成 AI の活用についてですね、はい、その取り組みへの、期待感というか、一点で懸念、一方で懸念する点があれば、改めて知事の考えを教えていただければと思います。はい。県庁における生成 AI の活用につきましては、伊藤副知事に基本的な考え方を取りまとめるように指示をいたしまして、報告を受け、私が決定をいたしました。職員に早速伝えるように指示し、6月16日金曜日に開催されました令和5年度 DX 推進職員研修において伝達をしたほか、先週23日金曜日に庁内の各部局に向けて通知をいたしました。通知では、宮城県庁生成 AI 活用5原則として、まとめておりまして、個人、秘匿情報の入力の禁止、正確性の確認、著作権などに注意しつつ、文書の作成、要約などの親和性の高い業務に積極活用することで、業務効率化など働き方改革につなげられることを期待をしているところであります。職員の例えば私の挨拶文のようにですね、大体誰が書いても同じような文章になるようなものについてはですね、ぜひ有効に活用すればいいというふうに思いますが、懸念しているものとしてはですね、やはり個人情報に関わるものであったり、あるいは、著作権に関わるようなこと、こういったようなものに抵触をすると、問題が生じますので、そこはしっかりと、それだけに、生成 AI だけに、頼るのではなくてですね、基本的には、それを参考にしつつ、チェックをして、自分なりの文章を作成していただきたいと考えているところであります。知事コメントは DX 政策というのを出されておりまして、今後こういう新しい技術みたいなものが出てくるのかなと思うんですけども、実としてはやはり基本的にこういうチャット GPT 含めてですね、本人の DX 政策というところとしっかりどんどん、絡められるものは積極的に絡めなっていきたいというような不安がでしょうか。はい、こういう新しい技術どんどん出てくると思いますので、使えるものは使っていく、そして職員の負担が軽くなればですね、職員の数を減らしていくことにもつながるというふうに思っています。これから少子化の時代で、なかなか県の職員も取りづらくなってますし、民間が人手不足の中ですね、県の職員だけ増やすわけにはいきませんから、職員の数を減らすということからもですね、こういったようなものを活用して、できるだけ効率的に仕事ができるようにしていきたいというふうに思っています。ありがとうございます。はい。
この件に関しまして他にございますでしょうか。なければその他の案件でございますでしょうか。はい、どうぞ。本日、本共産党宮城県会議員さんから経営住宅の廃止に伴う入居者説明会についての申し入れがあると思うんですけれども、はい、こうした、県議員の方からもそうした申し入れがあるということについて質問を受け止めをお願いいたします。はい、まあこれに限らず、それぞれの議員が県民の皆さんですね、県庁のこの施策に対して、意見を申しているということは、これは当然の権利だというふうに思っておりますので、申し入れをいただいたならば、その内容をよく、調べてみたいというふうに思っております。ありがとうございます。はい、この件に関しまして、他にございますでしょうか。この間の、まあ、どういう内容かまだ分からないです。まだ受け取ってないのか分からないんですけれども、この間の議会、金曜日までの議会の内容、話を聞いた限りではですね、2つ問題点があって、全体としては、建て替えのために、ごめんなさい、廃止することに対して反対だということなんですけれども、説明会の取り扱いに関してですね、2つ課題が上がっておりました。1つは、説明会を、公開で開催したらいいんじゃないか。ということでありましたけれども、これについてはですね、入居者の方が、ここのいろんな課題を抱えておられますので、それこそ個人情報に関わる、プライバシーに関わる問題もありますので、これはオープンするべきではないと考えました。それから、説明会の出席者を1人に限定せずにですね、入居している家族が入れるようにしてほしいということでありました。一番それこそ効率性を考えたらですね、県の行動あたりで全ての関係する世代の方にご案内を出して皆さん来てください、で、1回2回3回と同じことを繰り返し説明するというのは一番効率的ではあるんですけれども、私どもとしてはできるだけ足を運ばなくて済むお年寄りの方もおられますので、その団地の中の、集会場のようなところでですね、なるべく足を運ばないと、時間をかけないで通えるところで開催したいと思っていますので、その会場が非常にスキャパが狭いので、そういったようなことから、基本的には各家庭、まずはお一人ずつということにしておりますが、どうしても体が不自由で、一人で行けないという方もおられると思いますので、その辺は、3人でお越しになってもいいような場合もあると思いますので、そこは柔軟に対応したいというふうに思っています。別に異常があって、一人しかダメだと言っているわけでは決してないということなんです。そこはご理解いただきたいなというふうに思います。ありがとうございます。はい、どうぞ。山本さん。今、県住宅で、知事が、入居された1点目の方でちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、どういう入居者に対してどういう支援をするのかっていうのは、これはその、入居者ももちろんその関心事だとは思うんですけども、我々報道官にとっても関心事なんですが、なんかその県民が広く、県としてこういう支援をしていると、こういうふうに引っ越しを流していくので、そういうなんか説明の機会というか、そういうのはあるでしょうか。それに対してですか。はい、および、つまりそのなんですか、今月のその入居者のその、もちろんそのプライバシーにかかるやり取りっていうのももちろんあろうとは思うんですけど、一方でその県として、どういう人に対してどういう支援するのか、どういう形でこう促していくのかっていうのは、その公開できる部分もあろうかと思うんですけど、そこはいかがでしょうか。基本的にはですね、一人一人1世帯ずつ状況が違うと思うんですよね。ですからすぐに協力できる人もいれば、なかなかできないという方もおられるでしょうし、なるべく近い方がいいという方もおれば、遠くでもいいという方もおられると思いますので、これは一人一人、まずはこういう事情で、県は、古い建物については建て替えしませんということを説明をさせてもらっていただくということになりまして、あとは一人一人個別にお話を伺ってですね、
力をかけて移っていただくということを考えております。なぜ移らなければ、ですから皆さんにお話しできるとすると、なぜ移らなければならないのかというような話ということで、これについてはもう既に議会とでも お話ししていることにつきということなんですけれども、それでもどうしても聞きたいということであれば、担当課の方に聞きに行っていただければ説明としますが、この人をどこにやるといったようなことについては残念ながらお話はできないということです。現実の区域でもう一点、市町村とですね、コミュニケーションについて、県議会と、全部これまでやり取りがあったわけですけれども、その市町村営住宅はそのような、市町、市営住宅、町営住宅を運営している市町との協議というのは今、どうなっていて、これからどうしていくのか。担当います。はい、市町との協議はどうなっているのかっていう。住宅課でございます。市町との協議でございますが、対象となっております六団地につきましては、前日、市町と具体的な今後の日程手続きについて協議を行わせていただきました。家賃の設定であったり、そういった具体的な業務について協議を進めていく予定でございますので、今後引き続き継続して協議を進めてまいって考えております。はい、大丈夫です。はい、この件について聞いて、他にございます。はい、どうぞ。小田さん、福岡新報の小田です。その県営住宅の、開始の説明会に関して、日銀行につき一人でさっきいらっしゃいましたけれども、それはその担当課の方に伺うと、その身体的な問題がなくても、その2人で家族で聞きたいということであれば、それを拒むものではない、説明いただいたんですけど、それはその周知の仕方がその、まずかったところなんじゃないかというふうに思われますか。はい、すみません、私もより事情が分からなくて、議会が終わってからですね、部長と担当といろいろお話をして、そういう事情だったんだということがよく分かりました。ということで、今日この場でお話をさせていただいたということなんですけど、この説明の仕方が十分であったというふうに思っております。その訂正したりですとか、はい、今後そのまた廃止の時間というのが10年ぐらい前にその説明をされていくということですけど、その次 の説明会、他の団地での説明会が開催されるときに、周知の仕方を変えるというか。そうですね、よく考えたいと思います。ただ繰り返しになりますけど、これは集会場のキャパの問題なんですよね。じゃあ広い会場を借りてということであれば、いくらでもあるんですけれども、そのことが遠くなってしまいますので、またタクシー代だとかバス代とかかかってしまいますが、そういうことからできるだけ近場で、行いたいとなると、会場の、広さの関係で、どうしても人数は制限を受けてしまう。その場合、回数を重ねることで、いろんな人に聞いていただけるようにしていくというふうに思っております。この件に関しまして、他にございますでしょうか。例えばその他の案件でございますでしょうか。はい、どうぞ。先ほど DX の話が出てきて伺えなかったんですけども、6月2回からペーパーレス化を試験的、試行的に始められていると思います。そのことについて記事を受け止めます。いただければと思います。はい、通常機上に載っておりました資料をですね、タブレットの中に入れて、議員側も執行側もですね、ペーパーレス化を進めようということになりました。これは当然議会側のお考えだということで、それに則って行ったわけであります。でまだ不慣れな面はありますけれども、もう時代の流れでありますから、環境問題を考える意味でもペーパーレス化を進めるということは重要だと思っております。次第次第に定着できるようにしていきたいというふうに思います。
議会 の, あのお考えということもあると思うんですけれども、そのちょっと全体としてその行政の DX をどうやったのかということを考えていて、というのもその伺ったところ、その議員さん用 の, そのタブレット端末をその議会等から持ち出しができないというような運用でやっているようで、例えばその災害時とかにその議員の方がその住民の陳情とかをその場で端末とか持って行って伺えば速やかに迅速に対応できたりするんじゃないかなというふうに思ったりするんですけれども、まあ、県庁を含めてそういったその端末の運用であったりとか、まあ、その今引いてはその行政なり地方議会の DX をどういうふうに考えるかというふうにちょっとお考えをいただきたいと思います。はい、あの行政側はですね、家で仕事をするような場合はですね、タブレット、コンピューターの貸し出し、タブレットもですね、リモート用のパソコンですね。パソコンは、その持ち出しができるパソコンというのは限っているはず。そうだよね。違ったっけ？担当いる？間違ったら、だめないか。行政系精神科です。はい、職員がリモートでやる場合はリモート用のパソコンというのを貸し出して実施しております。そうだね。で、あの議会についてはこれはちょっとルールを議会で決めるので私の方では決められません。議会の方でどういうルールを決めるかということだと思うんですが、ただ持ち出しをすることによって紛失だとかですね、あと昔あの県議会のパソコン配られた時に、私県議会議員の時にパソコン持ち出したいって言ったらダメだって言われて、やはりあの、非常にセキュリティをあの県庁内は厳しくしてまして、同じ、ね、人につないでも、ウイルスが入らないような仕組みになっているそうなんです。これを外に持ち出すと、Wi-Fi につないでしまうと、ウイルスが入ってしまう可能性があるので、そういったセキュリティ上の理由が一番大きいというふうには聞いておりますけれども、あとは議会の方に聞いていただきたいと思います。はい、この件に関しまして他にございますでしょうか。なければその他の案件でございますでしょうか。県庁も自分のコンピューターを勝手に持ち出していけないんですよ。あの来てコンピューターを立ち上げた時点で出勤、閉じた時点であの退勤ということになってますので、今のところコンピューターで管理しているんですね。ですからそのコンピューターをちょっと持ち出しするとまた別の問題が生じるというようなこともあるらしいです。ですから持ち出し用のコンピューターを決めてちょっとチェックしているということです。はい、平野さん。債務課税についてお伺いしたい。やっと聞いてくれた。今回議会で何も聞かないよね。肝入りでやってるけどさ、今回大きく集まってる皆さんね、かなり頑張ったんだけどね。あと、はい、あの、まあ、議会の後はこれについてまいあの、まあ、地方税法上のですね、あの手続きで、まあ、大口納税者と想定される事業者の方から、まあ、意見が出ていて、まあ、あのその一つの、あの日本協力エネルギーの方からは、まあ、具体的な適地が示されていないとかですね、まあ、事業を放棄させるように誘導しているので、まあ、かなり厳しい意見が出ました。どのように受け止めていらっしゃいますか。はい、我々は、促進区域に、指定しているのは、促進区域というのは、まあ、市町村長が決めるわけですけれども、市町村長が住民の皆さんの問いがあればですね、おそらく認めるというふうに思いますので、企業者の皆さんはあの山の中に再エネ施設を作れば必ず課税をされるわけではなく、促進区域になればですね、免税されるわけですから、まあ、そういう視点でですね、住民の皆さんの理解を得られるように最大限努力をしていただきたいなというふうに思います。努力なしにですね、税金を取るなというのは、これはやっぱり税の趣旨からして、私としては理解ができないということであります。その地上促進区域なんですけども、今までスケジュールでいくとですね、まあ、あの市町村が再エネ促進区域を定める前提の県のガイドライン作りが、私まだ終わってなくてですね、まあ、そうすると、
まあ、事業者の側からすると、一方で条例の議論は、ここ、条例の中に、一方で、新興域の方は、まあ、まだ見えないということからですね、まあまあ、こういう、指摘につながっているのかなというふうに見えるんでしょうが、そのスケジュール感のためについて、どういうふうにご覧になるのかということと、もう一つ、まあ、これ、議会でもし可決されたらですね、総務省の同意が、まあ、得られるかどうかということになるわけですけれども、岡山県美作市の方では、特定の責任者との話し合いを続けてほしいというと、まあ、事実上差し戻されている状況ですが、まあ、その2点についてちょっとどういうふうにご覧になっているのか。促進区域のルール作り、施設スケジュール化というのは担当誰がいますか。はい、そのためでいい、そのためでいい、再生可能エネルギー室です。促進区域に関するガイドラインにつきましては、6月中央めどに、市町村に、紹介をかけながら、市町村とともに、作成していく予定です。6月中にできるの ?6 月中に紹介をする。案ですね。案の形で市町村に一度示したいと思います。できるだけ早く作りたいと思います。まあ、これは事業者にとって非常に重要な話ですので、紹介をかけた後にできるだけ早くガイドラインを示したいというふうに思います。でそれから、総務省との協議ですけれども、これはこうルール上、条例が可決してから総務省と話し合いをするということで、ありますが、美作市の事例と全く違うのは、美作市はすでに、出来上がった既存の施設も税にの対象です。メガソーラーを税をかける。しかもかなり、特定の一つの会社がほぼターゲットになっているような体系でありましたので、これはおかしいでしょうということで、事業所との話し合いが進んでいないということでございます。一方、我々の場合は、全体にはかける、すでに既存のやつもかけますけれども、当初の5年間はですね、すでに、立地しているものについてはですね、まあ、免税をしようというふうに思っていますが、これから、作るものについて、住民と合意を得て進めていただきたいということで行いますので、まあ、そういったことから考えると、同じ再エネにして税をかけるんですけれども、まあ、全くやり方、考え方が違うというふうに捉えていただきたいなと思います。したがって、まあ、これからということになりますけれども、東京協議も、なんとかうまくいくのではないかなというふうに思っております。やってみないとわからないですけど。この件に関しましては他にございますでしょうか。なければその他の案件でございますでしょうか。はい、杉川さん。各地方の杉川です。漁業員の移転の関係ありがとうございます。議会の議論を見てますと、まあ、新病院の、まあ、診療科ですとか、県南の精神科患者さんの、まあ、基盤ですとかで、具体的なところが見えない、よという指摘に対して、県側はその、まあ、基本合意に向けて、まあ、検討してますというような、Q と A の関係だったと思うんですけれども。はい、まあ、その基本合意ができてこないと具体的な説明ができないし、で具体的な説明がないから、まあ、よくわからなくて心配とか不安とか懸念があるというような、状況だと思いますので、はい、基本合意は、まあ、年度内の早い時期にというふうな、説明をされてますから、この状況が例えば9月議会の時も同じような話が繰り返されるのではないかという、まあ、懸念があるんですけれども、この状況で、まあ、6月期はまだ途中ですけれども、6月議会に入ってしまうのか、他に、まあ、次の議会までには何らかの説明する内容が追加されるのか、そこら辺についてはい、まだ分からないんです、これは。今の段階では何とも申し上げられないんですが、できるだけ早くと言っている以上、こうまあ、間に合えば9月議会、間に合わなければ11月議会になるので早くしたいというふうに思っています。話は、少しずつは進んではいるんですけれども、当然、
お互い主張するところもたくさんございますので、もう少しお時間いただきたいというふうに思います。一方でその、まあ、議会側ないし当事者の方とかが心配されているのは、その基本合意というふうに固まってしまうと、そこから調整は一切効かないのではないかという懸念もあります。そのもう民間とこれで話がまとまっているので、説明するけど、ここからこう懸念点とか修正量は効かないのというふうになってしまうのではないかという危惧もありますけれども、そこについてどうでしょうか。はい、1年半前の知事選挙でですね、私はこれを公約に掲げて、富谷と二鳥にということで話を進めてましたので、それに向けて、これで、まあ、で相手の候補も、対抗馬の方もですね、まあ、これは絶対反対だというふうに出馬されたわけですから、当選した以上、これを県民に向けて、選挙の時に、約束したことを実現するために全力を尽くす。これは当然のことだと私は思います。これは公約ですので、実現するために、まあ、行う、実現するために、最大限努力するというのが当然の姿だというふうに、思いますので、今おっしゃったように、話をゼロベースで、話をゼロベースで進めるということはですね、私は基本的にはできないだろうというふうに考えております。すみません、私今伺ったのは、その、ゼロベースに戻すとかということではなくてですね、その基本合意で決まったことでも、その、まあ、いろんな外部の方から見ると、ここはどうなんだとか、こうした方がもっと進展、改変転するにしても、こうした方がいいんじゃないのっていう懸念みたいなものが、まあ、例えば9月2回とかでもやり取りあるでしょうし、基本合意を発表した後に、いろんな関係団体から、いや、そういうふうに基本合意したかもしれないけど、僕はこうしたのがもっとモアベターだよっていうような意見が出ると思うんですけども、でそこでその、まあ、民間ともう、これでこう合意しちゃったんだから、そこは変わらないよっていうふうになってしまうと、まあ、そこで議論はストップしてしまうと思うんですけども、そこにとって の, その余地というか、はい、はないのかなというか、あるのかなというところです、はい、今までいただいた意見をベースにですね、それを基本合意にできるだけ反映できるようにということで今調整をしておりますが、いただいているご懸念がある程度解消されるような形で基本合意に持っていきたいというふうに思っています。やって、基本合意からですね、基本合意が出てたら大体皆さんがある程度分かっていただけるようなものにしたいなと思っております。そこからまた微修正ということは自分はあり得ると思いますが、大きく変えることは基本的にないと考えていると思います。ですから、ちょっと慎重に丁寧にやっているということです。ありがとうございます。もう一点、ちょっと牽制とは関係ないんですけど、岐阜の陸上自衛隊で、まあ、発砲というか、訓練中の事故がありまして、岐阜です。今、岐阜に聞こえたと思うんですよ。みんな岐阜に聞こえたと思うんですよ。岐阜です。岐阜です。で自衛隊で事故がありまして、はい、まあ、隊員の方、死傷するという事件がありましたけれども、まあ、自衛隊の関係の方はかなりショックを受けていらっしゃる方も多いかと思うんですけれども、知事は事件を受け止めて、何かご感想があれば。はい、いや私も現職の自衛官の頃は、小銃も拳銃も採用しておりましたので、大変驚きました。非常に自衛隊の訓練というのは、特に射撃に関しては厳しくてですね、薬莢が1個見つからなかっただけで、見つかるまで、ずっと探し続けなきゃいけないんです。それぐらい厳しいですよね。で射撃する際には、必ずコーチというのが人がついて、薬莢が遠くに飛ばないように、こう近くにいて、すぐ横にいるんですよ。したがって、銃を変な方向に向けようとすると、抑えることができるような形になっているはずなんですけど、そうした中で弾倉を込めて、まあ、銃が何発撃ったということですから、通常ではちょっと考えられないことです。まあ、現場にいませんでしたので、私は詳しいことは分かりませんけれども、安全管理の徹底というものを改めて自衛隊も考えるべきだなというふうに思いますね。訓練のやり方。はい。ありがとうございます。
ただいまの件に関しまして、他にございますでしょうか。はい。農業の関係で、日本合意の方で実行会議に確認させていただくというのは、間に合えば9月議会までに基本合意にするという方針で、間に合わなければ、間に合わなかったとしても11月議会までには基本に作りたい、そういう趣旨なんですか。そうではなく、できるだけ早くと言ったので、できれば9月、間に合わなければ11月。それでも間に合わなければ2月以下ということなんですが、年度内の早い段階でと言いましたので、できるだけ前倒してやりたいと思っています。労災病院さんと立石さんのご意向を聞きながらですので、私のだけで意思決定できないということはご理解いただきたいというふうに思います。はい、パンチリポンです。関連してなんですけど、はい、話し合いは少しずつ進んでいて、もう少し時間が欲しいという話だと思います。なかなかこう公約にはできないと思うんですが、県民の方にとってここがこうネックになっているのか、一旦を知りたいという要望もあると思うんですけれども、そこにはなかなか進まないというか、まとまらない、最大のネックというのはどこら辺にあるんでしょうか。はい、これは一概には言えないんですけど、そうですね、人の問題もあれば、経営の問題もあれば、病院内の病院内での意思決定の時間も必要だということもあればですね、当然そこで働いている方がおられますので、働いている方のご理解をいただきながら、診療科をどうすればいいのか、病床数をどうすればいいのか、それによって経営がどういう状況になるのか、これを当然いろいろ細かい議論を病院の中でもされているということだと思います。先生、結構質問出てたんですが、現状では何合目とか。そうですね、7号目のちょっと手前ぐらいまで来たいなって感じですね。5、6号目だったので、ちょっと進んでます。進みますね。はい。この件に関しまして、他にございますでしょうか。なければ、その他の案件でございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい。はい、それでは以上で地域記者会見を終了していただきます。